の SDGs 未来プログラムは、名古屋市北区にある特定非営利活動法人かくれんぼの SDGs の取り組みをご紹介します。小規模多機能居宅介護サービスやグループホームなど介護施設の運営をしているかくれんぼが地域貢献の取り組みとして行っているのが子ども食堂です。介護施設といっても、私たち地域密着の施設でして、ぜひこう開けた施設と、あと地域の方がいつでも気楽に立ち寄っていただけるような機会の一つになればと思いまして、開きました。中区鶴舞にあるかくれんぼでは、今回子ども食堂で提供する料理を調理師専門学校の生徒たちに作ってもらう新たな取り組みを始めました。初めてのね、皆さんのお料理の子ども食堂が今日から始まるということで、地域の子どもさんがいっぱい食べに来てくださると思うんですけど、とっても大きな役割を果たしてくださると思うので、よろしくお願いいたします。さあ、そしてここにある今日使う食材、実はこれ、この番組でも何度かご紹介してきました、フードドライブで集められた食材なんです。私もフードドライブ寄付したことがあるんですが、こうして実際に現場で使っているところを見ると、あ、寄付してよかったなって実感しますね。今は何の料理を作ってるんですか？今はカレーを作ってます。カレーの材料をみんなでバーって手分けして切ってる最中です。ちょっと緊張しますけど、やっぱ食べてもらって美味しいって言ってもらえたら嬉しいんで、そのために頑張ります。子ども食堂には日頃満足に食事を取れない子どもたちへの食事提供や地域交流の場を作るなど、さまざまな目的があります。これらは貧困をなくそうや飢餓をゼロになど、 SDGs のさまざまな取り組みにつながっています。今日学生たちマルシェや中でキッチンやら頑張ってますが、先生から見て学生たちの働きぶりいかがですか？やっぱり普段ちょっと人見知りする子だったりとか、あまりこう大勢の場でガヤガヤするのが苦手な子っていうのも中には部活の中にいるんですけど、そういった子はやっぱりこうたくさんの方たちと接して地域に貢献できるっていうのを実感してもらえたらなと思ってます。やっぱ自分が作ったものを買ってくれるんで、やりがいはあります。今年から就職に向けての準備もいよいよ始まってくるということなので、それに向けてもつながっていくのではないかと思い始めていきました。実際やってみて何かつながりそうなこととかありましたか？ありました。話していくことで笑顔をもらったりだとか、ありがとうって言われるととても関心が高まってくるので、これからの介護福祉の練習でも活かしていけたらなと思っています。今日来てみてこのイベントどうですか？楽しい。子どもたちもこれを楽しみにしているので、こういうことを毎月やってくださってすごく嬉しいです。地域住民の方とね、仲良くなっていいと思いますよ。ここは年配の方が多いから、若い高校生からエネルギーをもらっていいんじゃない？子ども食堂はよく貧困の方とか、なかなか栄養が行き届かない食事バランスの悪い人とかにぜひっていうようなことをよく言われるんですけど、私たちは誰に来て誰に来ないでってわけにはいかなくって、どなたでもっていうふうに考えてるんですけど、正直なかなかそういう対象の方も、来づらいというか、そういう方にこそ来てほしいっていう方もなかなか、呼び込めないっていうのがあるので、そこら辺は課題かなっていうふうに思ってます。本当に必要な子たちに。そうだから、その子たちも楽しく食べていただけると一番いいんですけど、これからぜひ声掛けしていきたいなって思ってます。全国子ども食堂支援センターの調べでは、2023年度の全国の子ども食堂の数は9000カ所以上にもなっています。支援が必要な子どもたちのためにも、子ども食堂が当たり前の社会になるよう、私たちも応援していきたいと思います。